小児がんと戦っている男の子がいます。落ちたれたの。もうお兄ちゃんが来てくれるのが一番の元気のもとで、懸命に支える家族。嬉しい嬉しいただ普通に当たり前の生活をみんなで一緒に送って、送りたいです。がんという重い病気に全員で立ち向かう、ある家族の姿を見つめました。それあ小学4年生の土井大地くん10歳。今重い病気と戦っています。だから大ちゃん元気になるために外せないの。神経芽腫という小児がんの一種。お腹や胸などに腫瘍ができ、骨や骨髄にがんが転移することもあります。国内では年間百数十人が発症しているとされています。大地くんが発症したのは5歳の時でした。夜に突然お腹の痛みを訴えました。心配した家族は症状を動画で記録。いくつかの病院を訪ねた末にようやく神経芽腫と分かりました。大地くんは全身の骨にがんが転移しています。これまでに十数回の入退院を繰り返してきました。落ちたれたの。元気になってお家帰ろうね。なんだ今だよ。大地くんが病院で作ってきたビーズの飾り。苦しい治療を乗り越えるたびにもらったビーズで作りました。よさしさしたら一個ビーズもらえたり。今までそんだけ頑張ってきたよな。なんか白は抗がん剤入れて、紫が点滴で、顔のついたやつは毛が抜けた時とか、黒が採血とかそういう意味があって、大きいのは頑張った時、手術がこれとか移植がこれとか。母香里さん、大地くんと中学1年生の兄颯太くんをシングルマザーとして育てています。お兄ちゃんもちろん病気のことも理解して、まあ、自分が役に立とうっていうふうな気持ちで多分ちっちゃい頃から来てるとは思うんですね。で、病気のことは全部理解してるし、同じ子供じゃなくてもう大人側というか、一緒に応援するっていう立場になって一緒にやってくれてます。香里さんがホームビデオで記録してきた兄弟の姿。大地思ったより元気やん。お姉ちゃんだけで撮れたから。お兄ちゃんが来てくれたから。大地くんへメリークリスマス。今年はお家でクリスマスができなくて、病院で嫌なことばかりで頑張っているね。サンタさんは見ているよ。今年7月に腫瘍を小さくする治療を受けて退院しましたが、それから1ヶ月、また1週間の入院です。入院には香里さんがいつも付き添い、病院で大地くんと同じ時間を過ごします。これさ、あのさ、病院に持っていくとさ、これだけでいいの？ちゃんと見てくれる？病院に持っていく、ママが用意してんけど、
な。英語とか教科書使うの？使う時もあるの。出発直前はいつもバタバタ。この量です。でも1週間ぐらいなんで、で外に出たらコロナに危ないんでダメなんで、コンビニでしか食べ物も買えないんで、なんか家から持っていきたいものは持っていくって感じです。大地くんは出発の直前までオンライン授業に参加します。あ、先生来た。声聞こえる？大地入れたな。うん、ここが見える？おい、うん、うん、大地がいるぞ。おいってクラスメートと一緒に算数の勉強。36÷48 が、よし、大ちゃん、その問題が終わったら行こうか。この問題だけ聞こえてる？授業の先生に抜けますって言って。抜けます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いってらっしゃい。行ってきますって。行ってきます。大地くんは入院中も友達と授業を受けていました。バーバーっていらんの？あ、いらんか。バーバーよ、食べ。母と弟は病院に。その間、蒼太くんだけになった家に近くに住む祖母、信江さんがやってきます。大地くんのがんが分かったとき、蒼太くんはまだ小学2年生でした。めっちゃショックで、その時は自分が一人になるとかいうことよりも、なんかもう弟が病気になって死ぬかもしれないっていう事実が急に来て、それがめちゃくちゃ悲しくて、なんか嫌で、それ泣きまくった記憶があります。嬉しい。嬉しいな。嬉しい嬉しい。入院中、蒼太くんはガラス越しに面会。嬉しい。お兄ちゃんは大地くんの元気の源です。およそ1週間の入院生活を終えた大地くん、毎回退院するたびに必ず訪れる場所があります。大阪鶴見区にある鶴見子どもホスピス。重い病にかかった子どもとその家族がのびのびと自由な時間を過ごせるように、そんな思いで作られた民間の施設です。運営費はほぼすべて個人や企業からの寄付で賄っています。この日は家族だけでホスピスにお泊まり。ホスピスでお泊まり会する。お泊まり会な。お泊まり会。ゆっくり返してって。思いっきり遊ぶ二人、香織さんがビデオに収めます。夜はこうして更けていきました。
大地くんどうやった？楽しかった。家の前になんか遊び道具とかがあるから興奮する。5年前、大地くんが発症してから香里さんが作ってきたアルバムがあります。ちょっと大地が頑張ってる様子を残したくてアルバムにしました。お絵描きとかしてたんですけど、その時にママの顔描いてって言ったら、こう泣いてる顔を描いたみたいな感じで泣いてることもあったので、お家に帰ったら何がしたいみたいなのをこうノートにやりたいことリストみたいなのを書いて料理したかったですね。将来こう農業してその野菜で自分で料理屋さんしたいって。先月、家族の姿は兵庫県丹波篠山市にありました。何度も家族みんなで訪れてきたキャンプ場。いいね、どこ？わからんって。今日はここで枝豆の収穫体験をします。大地くんに夢につながる経験をさせてあげたい、香里さんの強い思いです。枝豆がくすぶれそう。いいね、まら枝豆食べたい。食べるなんて。やあ、抜けた。おー、ねえねえ、なんかずるすごい、トクトクしてるね。せっかく二人で洗ってくれるか。大地のどの表情も残しときたい。泣いてる時でも、すごい手術の後でも、全部残したい。どうや？どう？うまっ！立たない？もう一個食べる。ちょっと、おいしい。あっかい。おいしいな。今年6月、国内では数十年ぶりに神経芽種の新薬が承認されました。欧米で早くから治療に使われてきた薬剤、長い臨床試験の結果、厚生労働省の承認がおり、9月から販売がスタートしました。山岡ちゃん入れるよ、お家、うん、バイバイって、うん、バイバイ、はい、バイバイ、うん、バイバイ、うん、行ってきますか。行ってきます。よし、大地、バイバイ、頑張ってきます。大地、頑張ります。新薬を使った治療を受けるための長い入院生活がまた始まりました。高熱や腹痛、吐き気、強い痛みも伴う副反応をモルヒネで和らげながら治療に臨んでいます。小学校の教室には大地くんのこんな言葉があります。病気を治す。大地くんは今懸命に重い病と戦っています。